こんな感じでございます。暑いわ、めちゃめちゃ暑いぞ。さあ、火起こしして、食事段取りしていきたいと思います。はい、ちょっとちっちゃいけど、もうちょっと欲しいな。でもしょうがないよね。これで、テーブル作りたいと思います。いつもスプーンとかでしょ。今日はこれでテーブル作ります。なんだよね。ちょっと削りすぎたか。よいしょ。もういいじゃん。できた。ほら。いいじゃん。かわいい。料理できるやん。あ、いいね。あ、これいいじゃん。できた。薪でも作れるってこっちゃ。僕太い丸太があったらめっちゃ楽やけどな。よし、できました。
まそう。うわ、すんごい美味しいわ。何これ。買って帰ろう。暑いわ。何これ。3月やで、まだ。おかしいやろ。っていう気温ですね。さ、そしたら、昼は簡単にお好み焼き作っていきたいと思います。さ、そしたらシーフードミックス入れて、お好みミックスね。はい。やってきていきたいと思います。入れ、もう豪華にいってしまう。豪華にいつもやったらこれ半分なんですけどねもったいないからちょっと緩かったかな。よいしょ。これ3つで十分だな。よし、ちょっと子が柔らかいかな。おお、はい、それではできたと思うので蓋オープン。よいしょ。うまいこと焼き上がって。よし、これでいこう。よいしょ。熱っ。よいしょ。よっしゃ、できた。できた、できた。おお、ちょっとこっち。美味しそうやんか。かつお節と、うわ、美味しそうやん。一気にうまそうになったね。よし、かつお節、青のり。やっぱ青のりなかったらダメっしょ。うわ、きれい。ほら、できた。美味しそうくない？で、完成。それではいただきたいと思います。さあ、うまいこと焼けてっかな。あ、焼けとんな。あ、いってるいってる。いただきます。うん、うまっ。
うまいうまい、うん、最高。じゃあ食べていきたいと思います。暑い、もう最低やで。これ今日何日、何月これ。はぁ、暑いわ。もう直射日光耐えられへん、暑はい、ごちそうさまでした。なんか使い勝手いいよこれテーブルで十分使えるよ、ミニテーブルだけど。それではね、辛麺風鍋を作っていきたいと思います。椎茸、ニラ、もやしミックスと白菜2枚ね。そんなに多分、一応大根と、ネギと人参、こんなに使わへんけどね。それと豚肉と、ニンニク一かけでいいと思う。で、だしだ。それと唐辛子ね。これを全部鍋に入れて。こんな感じでしょ。では行ってこい。よし。よいしょ。これぐらいかな多分ね。足らなかったらまた入れればいい。おお、だいぶ入ったぜ。でもだいぶ入れたで。あ、足らんわこれ。辛麺ってこんなもんじゃないもん。唐辛子これぐらい。グズグズになったから、ここで卵2個投入。うわ、鼻にツーンとするわ、この唐辛子が。よし、行くよ。よっ、よいしょ。これでどうや。ええ感じになってきたでしょ。よ、入れるよ。うわー、きれい。めっちゃ綺麗ニラを入れて、よし。これどう、辛麺やんか。辛麺やんか。もう麺ないけど。お、辛麺の味がしてるこれほんまの美味しいで。ほら、どうこれ。
これで出来上がりですわ。はい、それではいただきたいと思います。さあ、食べるぞ。なんじゃこりゃ。うわ、すごい。マカカやで、マカカ。ちょっと、とりあえずこんな感じで。唐辛子の量こんなもんやわ。汗と鼻水が止まらんす。あ、辛っ。でも美味しい。よいしょ。はい、これで全工程終了。お疲れ様でした。まあ、ブッシュクラフトって大体作ったものは全部燃やして帰るからね。はい、幕内にこもりました。よいしょ。ここはでした。ただいま6度、幕内9度ぐらいですね。寒さは全然大丈夫ですわ。それでは明日まで寝たいと思います。お疲れ様でした。はい、おはようございます。こんな感じですね。暑い。もうカンカン出るよ。もう暑いわ。さあ、帰る用意しようかな。そしたらよし。なんなら、片付けて帰る段取りしていただき、していきます。いや、疲れた。あ、しんど。ちょっと、まずはそっちに持って、一人はあそこにおるな。多分ここ。よ。あれ。よし。はい、きれいに片付きました。あとゴミ捨てて、ワンズとちょっと遊ぼうかな。まだもうちょっと時間あるからね。
でそんな枯葉だらけのお前ちょっとお前枯葉だらけやんか。ブルブルしてブルブルして嫌やん。そのまま家持って帰ってほしくない。その辺で寝るからでしょあんたは。よっしゃ、ビデオの編集でもしますか。では皆さんお疲れ様でした。おいよお待たせ、あ帰るよ。そしたらはい、お疲れ様でした。